はい、どうも、シアンです。飛躍のノエルシーズン6続きからやっていきたいと思います。前回の続き、前回激アツ展開だったよね。ボマーが仲間になってカロンを救い出すことができました。で、とうとう今回から兄ちゃんが来るのかなって感じ。リッパーだ、リッパー。じゃあ行こうか、ニューゲーム。なんかもう中二心に火がつきっぱなしだぜ。まったく飛躍のノエル面白いね。飛躍のノエル、ブリバ、なんだ BGM が流れ出したぞ。ん、誰編からかな。あー、出たー、こいつら。オカマの人めちゃくちゃ強かったよね。びっくりしたわ。お疲れ様です、中へどうぞ。てん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 、バローズ。バローズイケメンだけどな。こいつ悪いやつだからな。32歳、意外と愛しいってる。私はここで見張りでもしてるわ。あの子は私の趣味じゃないし。あの子、ジーノ・ロレンツィ。年いくつなんだろうね。あの子って誰だろう。もしかして、ジリアンかな。好きにしろ。言っちゃった。ジリアンじゃなかったら逆に新キャラか。でもジリアンこんなとこいるか。市長がお見えです。誰だ、また新キャラ出てきたぞ。いやー、どうもどうも、ラッセルさん、すいませんね、こんなとこまでご足労いただいて。でも安心してください、ここら一帯もこのバーも全部うちら、あ、ビアンコのしますから。ビアンコファミリーのボスなのかな。あんたの顔が割れることはない、そこは保証しますよ。あ、それともラッセルさんって普段からこういう店で遊んでる感じっすか。軽いなこいつ。新生ビアンコ幹部、新生なんだ。アンセルモ・アンブロージオ、名前覚えられないなこれ多分。24歳、了解了解。おい、何ボサッとしてんだ、早くラッセルさんにドンペニオンの一本でもお出ししろ。まぬけ、噛みそうだったぜ今。いい、お前と酒を飲みに来たわけじゃない。あは、ですよね。軽いな、チャラいなこの人。この人も仲間になんねえのかな。言い訳くらいは聞こうか。言い訳、あー、負けたことかな。先日の大赤狼での戦い、ロッソの残党ごときに何を手こずってた。新生ビアンコファミリー、お前はもう少し動けると思ってたんだがな。やだな、そんな怖い顔しないでくださいよ。すいませんね、俺の部下が思った以上に役に立たなかったみたいで。無茶したくなくてわざと負けたとか。どうなんだろう、あれでもナイフの扱いから女の落とし方まで俺がみっちりしごいてやったつもりだったんすけどね。ダメだったんだね。まあ、ロソク勢の中には懐かしい顔もいたしな。俺が止めなかったらヘビにもう7、8人は持ってかれてただろうな。助けたんだ。まあ、結果的にバローズの結果としてはあんまり好ましいものじゃなかったんだろうけどさ。いや、俺はもちろん活躍したんすよ。ロスを気取るチンピラ数えただけで10人はやったかな。そんなにいたんだ。あげく、ヘビとその部下みたいな若いチンピラ2人を同時に相手してきっちり追っ払ってますから。あ、あの2人と戦ったんだね。あの2人やっぱ意外と強いのか。で、お前もお前の部下ものこのこと手ぶらで帰ってきたわけだ。ディアーって言っちゃった。いやー、さあせ、被害を最小限に抑えるのが第一かなって思いました。まあ一応なんつうんだろうな、場を見極める能力ってのは高いんじゃないかな。ただ無駄死にしようとしないっていうね。それに安心してくださいよラッセルさん、俺の組は2回目の接触が本番なんすよ。何？1回目の接触は様子見と敵の情報収集も兼ねてるんす。だからそんなに焦んなくても次は華麗に。おい、どうした、銃撃った？え、嘘、早っ、もう死ぬのこの人。パエ。嘘、なんか主要キャラだと思ったのに、名前覚えづらーとか言ってたのに。何を言ってる、次などない、相手を殺すかお前が死ぬかの一度きりだ。え、嘘、主要キャラじゃなかったんかい。お前らもこうなりたくなければ真面目にやれ。アンセルモの組は解体し、他の組に結合する。以上だ。とんでもないな市長って本当に。いやでもあっけなすぎるでしょ、絶対生き返ってくると思うんだよな個人的に。だから言ったじゃない、あの子殺人技術だけは確かだけど遊び癖があるって。お前が言えたことか、カロンを手放して帰ってきたのはお前も同じだ。あら、じゃあ私も処分しちゃう。それはもったいないって言うんじゃない。お前との付き合いは長い、一度くらいは多めに見てやるさ、優しい。だが役に立たなく、やたなくなったと感じればそれまでだ。お互い昔からずっとそうしてきただろう。てんてんてん。ふっ、そうね。言っちゃった。かわいそうだな、あいつ。他人を使ってばかりいるからうまくいかないのよ。勝負とは常に己と向き合う孤独なもの。真の強者は自分の腕しか信じない。さすがムキムキなだけあるな、この人。秘密ってな、もう、神神。紐ぶっちぎってったもんね、あいつ。半端ねえ、G の。1個のシーズンで、
ワンシーズンというべきか。ワンシーズン2時間ぐらいやばーといきなりここで。ちょっとフグ、この溶鉄どうにかなりませんの？熱いんだろうね。あ、なんだよいきなり。フグは熱を感じないんだっけ？熱いですわよ。それに危ないし、もし落ちたらどう責任取ってくれますの？うるせえな。俺なんか燃えてた方が落ち着くんだよ。熱い男だぜ、相変わらず。兄ちゃんいつ合流するんだろう。まったくもう、カロンがいないね。でもなんか広いアジト手に入ってよかったんじゃん。しかし、カロン奪還からもう1週間か。傷を癒してたらあっという間だったな。1週間で治ったの？いつまでも休んではいられませんわ。そろそろ次の作戦を考える必要がありますわね。作戦っつってもな、町一つと戦うのに、まず何から始めればいいのやら、ほんとそれだよね。結構人数も減ったんでしょ、前回の戦いで。そうだ、あいつらにも話を聞いてみたらどうだ？あいつら？パイソンたちや、あなたの手下の方々のことですの？そうだよ、なんつってもいろんな奴がいるからな、思いもしない妙案のヒントが転がってるかもしれないぜ。わかった、じゃあ聞いてく。それにカロンもその辺にいるだろ、あいつにこそ頭脳労働させろよ。頭脳プレイといえばカロンだ、確かに。そうですわね、本人もすっかり回復して暇そうにしてましたし。わかりましたわ、少しいろんな方に話を聞いてみますわ。お、お散歩タイムだ。あー、じゃあ一般兵にも話聞いてみろとか言われたね。シーズン6、ミリオンギャンブル。ギャンブル？なんかギャンブルやらせてもらえるのかな、楽しみ。使えるキャラとか増えんのかな。オスカーとか使ってみたくない、絶対強そう。なんだ、品切れじゃないか。パイソンに行って補充してもらわないとな。ここに補充してくれんの？お金とかどうしてるんだろうね、この人たち。はい。ミャンクの連中と戦って怪我したやつも多い。しばらく大人数は動かせない。おい、やっぱダメか。集団で攻め込むってのは無理そうだね。君は無傷なの？スラックか。作戦ね、そういうのはいつもボマーとパイソンが担当なんだけど、ね、大事なとこ詰まった。具体例を出せとは言いませんわ。何かヒントが欲しいんですの？そうだな、例えばなんかこう変装して敵の陣地に忍び込むとか。変装、それはありかも。あー、よくわかんないや。とにかく僕は誰かに毒ガスを吹きつけられればそれでいいかな。こいつ危ないよな。ちょうどやばいやつが手に入ってさ、吸ったら2秒で失神するやつなんだけど、これがさ、やばいやばい。その話はまた今度ゆっくり聞かせてもらいますわ。長そうですし。あしらった、適当にあしらった。じゃあ次行くぞ。なんだっけ、スラック、フロックだっけ。女の子の名前忘れちゃった。はい。次の作戦、ふむ、そうだな。なんだこの BGM は。こいつらの BGM なのかな、専用の。なんといっても敵は強大だ。いきなり首を取るのではなく、周りから崩すのが定石だね。うん。頭いいこと言ってる気がする。あ、パイソンとカロンがいればいい作戦思いつくんじゃね？なるほど、周りから。少しずつ敵を削って弱らせて疲れさせて、隙を見せたところを一気飲みするのさ。人飲みにするのさ。間違えて一気飲みしちゃった。なんなら警備員を一人ずつ盗撮して、名前と住所を割り出して嫌がらせでもしてみるかね。頭脳プレイ。案外嫌になって、バローズ市長の警備を引き受けなくなるかもしれないぞ。ちょっとずつちょっとずつ外堀を埋めてく？潰してくか？まあいいや。参考にさせていただきますけど、なんというか陰湿ですわね。時間がかかりそうだね。次行くぞ。カロンがいないな。あ、いたカロン。あ、下にも女の子いる。おい、あの悪魔は近づいても大丈夫なんだよな。なんもないよ。無害だよ。あんなところに立たれたら怖くて通れねえよ。ビビってる。かわいいな、大の男が。よ、カロン。お、専用 BGM 流れるか。お、来た、カロンのテーマ。久々に聞いた気がする。かつては攻め込んだ場所が、今や隠れ家とは妙なこともあるものだな。ね、なんか運命とか絆とかいろんなもんでつながってんだろうな。また武士たちが前に進んでいる証ですわ。言うようになったものだ。それよりカロン、あなた体は大丈夫ですの？牢屋で痛めつけられたりとかしてませんこと？そうだよ、拷問するとか言われてたと思ったけど。お前に心配されるようではおしまいだな。この通りなんともない、さすが悪魔。だがいくらオスカーとの戦いで消耗していたとはいえ、敵に捕らえられたことは大悪魔としての汚点だ。この借りはいずれ返さなければならないな。かっこいい、カロン応援してるぞ、頑張れ。このテーマかっこいいよね。テレレレレントゥンテレレレレントゥンデンデグデンデンデン。はい、どうも。フロック、トードだった、惜しかった。作戦？お前私に作戦とか聞いちゃうわけ？バーカ、分かってねえな。どういうこと？どういうことですの？どっからどう見ても私は頭使うタイプじゃねえだろう。自分でも分かってる。目の前の敵を殴り倒す、そんだけ。分かったか？あんまり面倒かけさせんなよ、ほら。何のアドバイスにもなんなかった。バカはどっちだとは言わないでおきましょう。
まあしょうがないね、脳筋タイプだったらね、しょうがないしょうがない。なんか塞がられてる。見りゃわかるだろ、物資搬入中だ。暇なら手伝えないよな、その腕ちゃん。悪い悪い。あ、意外と気使ってくれる。いいやつだこいつ。じゃあ終わりじゃん。もう話すことないし、ボマンとこ帰ろうかな。ダッシュないんだよな、ノエル。ボマンに体当たりするときは頑張って走ってたけどね。でも義足ダッシュって絶対足に負担かかるよな。足っていうか、なんつうんだろう、付け根って言えばいいんかな。ボマン、なんもなかったぞ。はい。この移動でちょっとなんか困っちゃったんだけど。あ、バローズ市長側にいたことがあるあなたなら、市長の警備体制とかに詳しいんじゃなくて。お、それはもしかしたら。まあある程度はな。あいつは公務中もプライベート中もとにかくいつでも影にボディーガードをつけてんだよ。おー、隠してるのか。それでもあなたのような魔人やカロンのような大悪魔がいきなり不意打ちしてきたら、さすがに対応できないのでは。どうだかな。ボディーガードの人数もどこからバローズを見張ってんのかもわからねえし、だいたい金で魔人雇ってるくらいだ。魔人がいきなり暴れ出した時のことくらい想定してんだろ。こっちの戦力が増えたところでそんな簡単にはいかねえよ。あんまり甘く見ない方がいいぜ。やっぱ鉄壁かバローズは。どうやって崩そうかその城。むむ、かわいい。だいたい全員に話を聞き終わったかしら。うん、とりあえず一度集まってみましょう。これ先にフーゴに話しかけた方がよかったんじゃね。無駄手間だったよね、シュンヤン。二度手間ってやつか。あ、大集合している。どうだ、ノエル。何か思いついたか。何も。ああ、何も。何とも。読み間違えたはず。やはり私がいないと作戦立案がうまく進まないようだな。パイソンもいるからもっとうまい作戦考えつくと思うよ。なんだよ、いきなり生き生きし始めやがって。ラッセルの戦力で最も面倒な点。何かわかるか。最も面倒な点。わかんない。面倒な点？それはやっぱあの警備員どもだろう。一体一体はどうにかなっても数が多くて面倒くせえ。大赤狼でも危うくマフィアに囲まれて蜂の巣にかされかけたしな。やべ、カミカミだ、ごめんなさい。いい着眼点だ。は？警察、マフィア、雇った警備員、ラッセルが抱えている無数の警備勢力、あれをどうにかしない限りいつかは数で押し負ける。ならばまずそれをどうにかするのが一番いい。かつての私とノエルの二人だけではどうにもならなかったが、今ここにこれだけの戦力が揃っていればそれは決して不可能ではないのだ。どういうことかわかるな。めんどくせえな。案があるならさっさと言えよ、鳥野郎。あ、鳥とか言ったら怒られるぞ、カロンに。鳥ではない、悪魔だ。根元をラッセルの資金源を攻撃するんだよ。なるほど、またなんかよく思いつくようなそういう作戦。金が入ってくるからいくらでも警備を雇えるんだ。だから資金源を潰して警備を雇いにくくする。資金源、またアクエリアスのような市長とつながった会社を。これまでならそうしていた。だが今ならもっと派手なことができる。なんだ派手なこととは。ラプラスのカジノを落とすのだ。何？カジノを落とすだと。だからギャンブルか。カジノだと。ラッセルが手にする金の多くは黒い金だ。そういう金はそのまま使うと非合法なものでバレてしまう。ほうほうほう。そうなの？ね、初耳なんだけど。シュヤもそんなの知らんかった。紙幣というものは一枚一枚の出所をしっかり管理されているものなのだよ。初めて聞いたぞ、本当に。へえ。だから渡すにしろ受け取るにしろ金をきれいに洗う場所が必要なのだ。それがラプラス唯一のカジノ、ミスティだ。ミスティ、なんか綺麗な名前だね。悪いことしてなさそう。ラッセルは多くの金をミスティで洗っている。また多くの金をミスティを通じて受け取っている。ミスティはマネーロンダリングの温床なのだ。神像、そこを潰すことは当然奴の財布に大きなダメージを与えることになるだろうな。でもシュヤン、ギャンブル超と弱いぜ。なんだか本格的な作戦ですわね。確かに私とカロンだけでカジノを相手にするのは難しそうですけれど、集団なら心強いですわ。なるほどな。金を立てば警備も雇い放題じゃなくなるし、他にもいろいろと有利になりそうじゃねえか。気に入ったぜ、カロン。気に入られた風後に。カジノをぶっ潰して、バローズに吠え面かかせてやろうぜ。てか、リッパー君はいつ来るんだろうね。作戦の詳細はこれから考えるとして、方向性に異議はないよ。カジノなんて初めてだよ。なんだかお金持ちになった気分だね。まだお金持ちにはなってないけどな。ちょっと緊張してきたぜ。まあいざとなったら大暴れすりゃなんとかなるか。おい、やめろって。でもこの二人は絶対
ギャンブル弱そうだよね。がーまた負けたとか言いそう。フーゴも言いそう。ならば決定だ。具体的な攻め方については私が立案しておこう。そうだな、パイソン。お前には後で必要な物資の調達について相談する。お、やっぱりこの二人が一番の要だね。ブレインだ。了解した。拳銃から靴用クリームまで何でも調達しよう。さすが。それと各自、速やかに服のサイズを提出するように。これはもしやドレス着てくんじゃね？やっぱそういう感じだよね。フーゴスーツ着るの？タキシードとか？うわ、なんか想像つかねえ。は？服のサイズ？なんでだよ。ふん。じきにわかるさ。かっこいい。ドレス着れるね。ノエルとかまた最初の頃のピアノコンクールのドレス着るんじゃね？違うかな？てか顔割れてるしバレるんじゃねって思うけど。おっと？はぁ、やめやめ、これ以上かけても無駄ね。降りるわ。新キャラか。また誰だこの人。この人も固めないね。あんたはちょっと負け始めるとすぐそれだ。もっと勝ちに食らいつきな。昨日ビップルームで派手に負けた男前は1ゲームに外車1台分かけてたよ。見習うといい。すさまじいなそれ。その人がかけた金額を物に例えるのやめなさいよ。悪趣味よ。私はね、何より負けるのが嫌いなの。たとえゲームであってもね。負けないことこそ勝つということ。負ける勝負は避けるわ。お、結構考えてるけ。何も信じないあんたらしいと言うべきか。ジーノ、何も信じないのはあなたも同じでしょ。マダム、マダムっていうのの名前違うみたいだね。まあ違いないね。嬉しいわ。なかなか理解されないのよね。あらゆる集団に勝るのは最強の個人だって。他人なんかいつ失敗するか分かったもんじゃないわ。本当に信じられるのは自分と自分の手の届く範囲だけ。それを理解しているマダムにだけは安心して仕事を任せられるわ。信じられるのは自分だけって今自分で言ったろ。矛盾してるよ。あら、確かに。なんか二人で盛り上がってる。はは、ちょっと言葉遊びをしてみただけさ。そんな真剣に考え込まなくていいだろう。てん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 。さあ、そろそろ時間だ。今夜もまた私のカジノで。あ、この人が取締りの人なんだね。人の人生が動く様を見させてもらおうかね。悪女だ。絶対悪女だ、この人。悪い人だ。お、カジノミスティって書いてある。もう乗り込んでんのかな、すでに。まだか？さすがに早すぎるか？カロンとか乗り込んだら速攻バレるよね。どうすんだろう。なんか人の顔になれたりすんのかな。それとも着ぐるみですとかって嘘つくのか。いや、無理があるよな。速攻悪魔ってバリそう。バリそうって言った。なんか下回ってない今日。頭巻き巻きの人がいっぱいいる。あー、このゲームできんのかな実際に。どうなんだろう。あー、受付？これ絶対さ、警備とかしっかりしてるよね。ほらほらほら、なんか金髪の人確実に警備じゃん。カジノミスティって書いてある。お、やっぱカロンはさすがに来れなかったか。レコーディング？レクエビングって書いてる。レッシービン、まあいいや。各員通信は聞こえているな。これより改めて作戦を説明する。聞きながらカジノに入れ。今回我々が挑むのはカジノミスティ。実質的なバローズの財布だ。ここを陥落させて、やつの資金源を断つ。だがもちろん金庫破りをするわけじゃない。カジノの金庫の正面突破は現実的にはほぼ不可能だ。よってこちらからではなく、ミスティ側に自ら金庫を開けてもらう。カジノで勝ちまくるってこと？これは裏から金庫を攻略する作戦ではない。あらゆる手を使って正面からギャンブルで勝利する作戦だ。新しいな。そんな都合よく勝てる。あ、なんか来てる。いいタキシードが手に入ってよかった。狡猾な元マフィア、パイソン、26歳。なかなか似合ってるね。たとえ作戦のためといえど、清掃は清掃。妥協するのは私の主義に反するからね。かっこいい。スラックはもちろん、トードもきっと普段着られない服を着られて喜んでいるはずだ。着崩さなきゃいいけどな。あれ、もう中にいるの、まさかの。ノエル、フーゴ、パイソン、トード、スラック、以上5名は正面から客としてミスティに入場しろ。ノエルバレんじゃん。時間をずらし個別にだ。集団は怪しまれる。内部でもなるべく他人の服利用しろ。はい。全員の入場が終わり次第、私は裏口から侵入しモニタールームの情報を抜き取る。そうすればカジノ中の監視カメラは私の目も同然となるわけだ。はい。カジノとか最近、カジノじゃねえよ、カロンとか最近なんか出番が少なくなってきてる気が。ドレスコードだっけ？清掃じゃなきゃ中に入れないなんて。あくまで口元は隠し続けるんだね。陰鬱な、変人、スラック、17歳。まだまだ若造だ。まあいいか。パイソンが買ってきたトードのくのに比べれば、僕用のスーツはマシだよね。トードどんなの着てるの？気になんだけど。なんていうか、ご愁傷様。ブブ、
僕も神々だぞ。ご愁傷様すら言えなかった。エゴ、私が全ての客、スタッフ、ディーラーの動きをフロアの全状況を監視しつつ、お前に指示を出す。お前たちに。そうやってスタッフと監視カメラの隙をつき、イカ様を仕込み、ゲームに勝ってチップを稼げ。場合によってはイカ様を仕込むために、バックヤードに何人か送り込む必要があるかもしれんが。いずれにせよ、全ての指示は私が行う。とにかくお前たちは、指示があるまで、一般客として振る舞え。はーい。お、トード、うおー、似合わないな、なんか。ちょっとな、ピンクって感じじゃないよね、トード。ふざけんなよ、パイソン。何がこんな時くらい年頃の女子らしく下前だ。ちょっと猫背ではないのかな。なんかちょっとね、ちゃんと立ってほしいよね、しっかりと。本当はこういうの着たいんだろう、わかってるぞ、みたいな顔で。こんなめめしいドレス押し付けやがって。あ、少しは女の子らしくしたいとこだ、あんのかな。我慢ならねえ。この作戦が終わったら一発ぶん殴る。覚えてろよ、こら。言ったな。言ったぞ。次、フーゴかな。順番的に。目標額は100万チップ。多いな。この軍資金を手元に、元手に最終的には VIP ルームで勝負する。ミスティの VIP ルームでは、支配人自らが凄腕のディーラーとして金庫を守っていると聞くが、それくらいしなければカジノを潰すほどの金を吐き出させることはできないからな。何、大丈夫だ。これはギャンブルであってギャンブルではない。必ず勝てる時にだけ勝負する。ただのギャンブルごっこさ。悪いこと言ってる。おお、来てる。匂ってんね。ちょっとかっこいい。チェック、首元が落ち着かねえな。爆熱の魔人、フーゴドレッセル。かっこいいね。ちょっとかっこいいぞ、フーゴ。似合ってる。でもまあ、こういう作戦もたまにはありか。イカ様がバレない限り、向こうも俺たち一般客に手出すわけにはいかねえ。楽な仕事だ。リッパー早く来ないかな。たっぷり稼いで、新しいマスクでも買わせてもらうぜ。あ、そういえば、なんかマスクもいろいろとフーゴの延命装置に使われてるっていうのかな。延命ではないのかな。なあ、なおだ、ジャボ王子やん。なお、最後に念を押しておくが、この通信は小型骨伝導イヤホンを通して伝達している。はいはい。見た目では通信機器をつけているとはバレないだろうが、耳を気にしすぎたり、うっかり私に返答したりすれば即怪しまれるぞ。はい。これ、違った。こちらからお前たちに何か返答を求めるときは、必ずイエスかノーで答えられるように語りかけろ。イエスなら顎に手を当て、ノーなら頭をかけ、無監視カメラから拾って確認する。イエスなら顎に手、ノーなら頭をかく。はいはいはい。おー、ノエルも赤ドレスだ。そうだな、ちょうどいいノエル。あ、かわいい、かわいいぞノエル。名指しとされましたわ。名指しされましたわだ。あー、やっぱ片腕はないけど、でもこれはこれで、かわいいですね、相変わらず。ノエルチェルクエッティ。今私はお前の姿が見える位置にいる。本番の前に少し練習といこうか。内部では私の質問に対してイエスなら顎に手を、ノーなら頭をかけ。わかったか。なるほど。実際に今やってみろということですね。顎に手を当てるでしょ。わかりましたわって言ったらちょっと可愛いかもね。上出来だ。内部でもその調子でさりげなく落としろ。はーい。よし、ではお前も入場しろ。もしも身分証の提示を求められたら、用意した偽の身分証を使ってうまくやり過ごせよ。バレるんじゃね？バレないもんなのかこれ。健闘を祈る。はーい。じゃあ行こうか、お金稼ぎに。ここがバローズ市長の財布を担うカジノ。やってやりますわ。やる気ままだね、ノイル。相変わらず。いけるかな。シュヤン、ちょっと自信なさげだぞ、今。あ、ここでまさかのカロン操作？よし、全員が無事入場できたようだな。では私も動くとしよう。私がモニタールームの情報を抜き取らない限り、作戦は始まらない。あ、もうカロン出番ないのかと思ってた。どこから入ればいいんだろう。こっちは？この程度のフェンスなら簡単に壊せそうだが、今はその必要がないな。あ、後々壊しそう。ここか。普通に正面突破？いや、裏口突破？スタッフ用の出入り口はロック付きか。誰かが出入りするのを待ってもいいが、スタッフと鉢合わせて大騒ぎになっても困る。もっとこっそり侵入できそうな場所はないか。お、じゃあやっぱここじゃね。ここ壊すでしょ。フェイスは簡単に。おお、そこ壊した。早っ。あとは？あー、ん？なんかあるか。上から侵入する系か、また。もう何でもかんでもすぐ上から行くんだから、過労らしいぜ。その辺のコントナーの場所やん。その辺とコンテナを動かして足場を作れば、あとは鎖を使って屋上まで行けそうだな。屋上か。ひょっとしたら排気口か何かから侵入できるかもしれん。排気口からか。どうなんだろう。え、なんだこれ。あー、リセットしないしない。待ってね。ここに持ってけばいいのかな。どうなんだろう。まあ、動かしてみようか、とりあえず。はい。はい。
はい。あ、じゃあ危ねえ、危ねえ、危ねえ。はい。はい。はい。これで正解？これいけた。うむ、これなら登れるな。先に進むとしよう。はい。あー、そこから行った。ここ？あ、悪魔の鎖便利だね。あ、また上だ。排気口じゃなくてもなんか普通に扉。あー、これはもしや傷薬か？やったぜ。ここから行く感じ？やはりな。この排気口から中に入れそうだ。行こう。はい。わ、カロン汚れるの嫌がりそうだけど気にしてないのかな。まあいいや。誰もいない？さすがに警備強化してんじゃない？カロンしてんだな、まだ。おお、なんかすげえぞ、これ。派手だな。なんか絢爛としてるぜ。ここはメインホールの真上か。この喧騒なら多少派手なことをしても誰も気づかないだろう。飛び越えてけと。これは上を。落ちるんじゃね？大丈夫か、カロン。このままシャンデリアを足場にして向こうまで飛んでいくとしよう。うわ、すごい発想なんだけど。はい、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 はい。なんか押しっぱなしだったけど、ただ単に。はい。あーんで、そんなすんなりつかねえんじゃ。おーっと、なんかすっぽい部屋に来たね。ふぅ、ようやくバックヤードに出たか。ここまで来れば山場は越えたな。あとはモニタールームを探すだけだ。モニタールーム、この先にあると、あーっと、いますね。これどうする？縛り上げる？おっと、警備がいるな。どうやらモニタールームが近いようだ。さて、奴らをどう処理してくれようか。やっぱド派手に倒す。ここは静かに倒そうぜ。そうだな、裏で騒ぎが起きたらノエルたちも動きにくくなってしまうだろう。今回の作戦は私が裏からサポートしつつ、ノエルたちが客としてギャンブルで勝つ作戦だ。ここは隠密に気づかれる前に片付けよう。どうやってやる？お、スタンスシャドウを考え出した。なんだシャドウとは。スタンスシャドウを装備していればこちらに気づいていない近くの敵には必ずバックアタックできる。その際、なんとか敵がこちらに背を向けていなくても問題ない。カロンなら一瞬で距離を詰め背後に回ってみせるだろう。カロンが敵の背後に回ったら焦らずに画面に表示されるタッチアイコンをタップをクリックしてバックアタックだ。とりあえずさ、そのスタンスを装備するべきなのか。シャドウとかかっこいいんだけど。これか。ライフマイナス1、攻撃力マイナス1。気づかれていない敵に必ずバックアタック。これでいいのかな。行く？こっそり行けばいいの？目の前の敵の不意をつくか。スタンス、シャドウ、不意打ちをする。はい。あ、違う、タッチしないといけない。はいはい、待て待て待て。バックアタック、あ、これでいいのか。ん？なんとも言えないな。ここがモニタールームのようだが、まだ他にも警備いるね。全員倒していく。マウス操作に切り替えとくか。念のためこのフロアの警備には全員眠ってもらおうか。はーい、行く？行きますよ。ほい。めでたい不意をつく。あ、これスタンスのシャドウを装備してるからこうやって不意打ちしてくれてるってことなのかな。どうなんだろう。はい、あと一人だね。サークサークと行くぜ。ほいほいほい、はいはい。不意打ちをする。なんかヌルゲート化してるんだけど。いや、これもう分かってんじゃねえ相手とか思うんだけど、そこは触れちゃいけないかな。はい、オッケー、勝利。こんなものか。ここまで侵入されることは想定していないのか。どいつもこいつも大したことなかったな。さあ、改めてモニタールームの情報を抜き出させてもらうとしよう。抜き出させてもらうつか、もうそこ占拠する気満々なんじゃないの。違うかな。どうなんだろう。うーわー、いやー、いっぱいいるけど、これ全員シャドウでやれるか。さすがはカジノといったところか。一体どれだけの監視カメラが動いているのやら。だがメインホールの監視に注意が行き過ぎて背後のこちらに気づく様子はないな。この程度の人数ならこいつを使うためにことを荒げる必要もなさそうだが。こいつ？こいつとは一体。あ、何か受け取ってきたのか。カジノの内部には無数の監視カメラが仕掛けられているはずだ。これを逆に利用して私の目としたい。何かカメラの映像を盗み見る手はないか。そうは言ってもカメラは10台や20台じゃないぞ。盗み見られたところで把握しきれないだろう。ん？つまり？侮ってもらっては困る。100や200の状況を同時に処理するくらい私にとっては造作もないことだ。マジでか、カロンそんなに有能なの？まして私は契約を重んじる知恵の大悪魔。人間の観察は得意分野と言ってもいい。わかったよ。大悪魔がそういうのだからそうなのだろう。監視カメラの映像はモニタールームで管理しているはずだ。ならばその子のコンピューターをハックすればいい。いけるのか、そんな簡単に。あ、ハックか。ダメだよね。カロンそういえば機械ダメだったよね。大丈夫さ。コンピューターのこの字もわからないものでも道具さえあれば簡単にハッキングできる。
私が用意する USB メモリーをモニタールームのコンピューターに挿すだけさ。それで映像へのアクセスを盗めるようにしよう。あ、そういう感じか。別に全員殴り倒すわけじゃないんだ。わかった。その作戦に必要な道具を用意してくれ。これが一発で成功すればいいのだが。で、左にあるパソコンにやる感じ。この USB メモリーをこの部屋のコンピューターに挿す。それだけだ。それで監視カメラの映像を盗み取り、 Python から預かったノートパソコンで観察する。うん。こんなプラスチックのかけらを挿すだけでそんなにうまくいくものなのか。失敗しそうかの。やめろよお前。こんなとこで失敗すんなよ。まあいい。考えたところで私には仕組みはわからん。気取られないよう、これを近くのコンピューターに挿すぞ。はい。だよね、これだよね。別に気取られることないよね。やったー、クリアー。やったぜ。サクサククリアだよ。盗めたかい？ノートパソコンちゃんと開いてるかい？これでよし。あとは人気のない物陰に移動して映像を盗み見るだけだ。どこに入る？普通に堂々としてるけど、この人たちそのうちトイレ行くとか言うんじゃない？気づかれる気配はない。ここまでは順調だな。改めて作戦を始めるとしよう。カジノに仕込まれたトリックの一つや二つ破ってみせようではないか。かっこいい。やっぱこのカジノを詐欺とかしてるのか。じゃあその詐欺をカノンが暴いて、ノエルたちで必死にゲームクリアしていくんだね。ボマーとか大丈夫？負けすぎて爆弾起爆しないかな。お、なんかイベントって書いてある。どういうことだろう。あ、ノエル赤ドレスかわいいね。なんかこう普段黒ばっか着てるからさ、赤が映えるよね。うん。カノンまだかしら。そろそろ通信があってもおかしくない頃合いですけれど。起きた。各員聞こえているな。こちらの準備は整った。現在すべての監視カメラの映像をチェックできる状態だ。フーゴ、ネクタイを緩めようとするな。この場で変に着崩していると目立つ。怒られてるフーゴ。ミスティメインホールって書いてある。チッ、うるせえカラスだな。だが確かにカメラの映像が見えているらしい。パイソンとかトド大丈夫？もう一度作戦を確認するぞ。はい。お前たちの目的は客としてギャンブルをし、100万チップを稼いでビップルームに行くことだ。うんうん。スロットで地味に様子見してもいいし、ルーレットで勝負を仕掛けるのもいいだろう。ある程度は好きに動いていいが、こちらから指示があった場合は言う通りにしろ。うんうん。あくまで私たちはイカ様で確実に大儲けするためにここにいる。ハメを外しすぎて軍資金を使い果たすなよ。軍資金いくらだ？では私はイカ様を仕込みやすそうなゲームを探す。またこちらから声をかけよう。おっと、ここからシュウヤンのギャンブル要素の、つかシュウヤンのギャンブル力が見せられると。好きに動いていいと言われても、こういう場所では初めてだからよくわかりませんわね。まあいいですわ。カロンの指示があるまでほどほどに遊んでみましょう。ほどほどに遊ぶ？オッケー、いっぱい遊ぼう。おのおの行動し、ゲームその他を様々な手を使ってチップを集める必要がある。カジノ内にいる仲間に声をかければバトンタッチして、操作キャラを変えることもできる。うまく活用しよう。中には特定のキャラでしか発生しないイベントも隠されているかもしれない。何？所持チップ3000しかないんだけど。3000から100万って長い道のりだね。君は、不費先見かけたピンクのドレス色黒の女の子はどこかな。やばい、トードのこと狙ってる。君は、あいつ遅いな。女神像の前で合流ってちゃんと言ったのに忘れてるのかしら。誰のことだろう。あー、イベント結構多いね。君は、あー遅いな、あいついつまでも出せる気だ。あ、ここじゃないのでは。あ、女神像ってここじゃないのか。初めて来たからよく分かんなかったよ。教えてくれてありがとうな。お、これチップくれんじゃね。ちょっと話しかけ行こうか。おい、それもしかしてチップ、あれいない、めっちゃ遅いな。これどこ行ったあいつ。え、教えたのにどっか行ったんだけど。なんて野郎だあいつ。また違う女神像の前行ったのかな。しょうもな、穴が落ちてる。なにこれ。1チップチャチーぜ。ちょっとずつ稼げと。ルーレットで勝負しようか。ああ、勝負できるんだね。あ、ここにいるな。でも、トードを探してたよね。トードとちょっと変わりたいな。このダイスゲームはなんかおかしいんだよな。というか、肝心なシーンで必ず外れるんだよな。まあ、ダイスの見た目に不審なところはないし、たまたまなんだろうけどさ。ダイスの微妙な音でも聞き分けられれば何か分かったりしてな。あはは、あ、これはノイルの得意分野じゃない。音なら。私、調整してみますわ。おお、赤いのにチャレンジャーだね。頑張れよ。これ未成年カジノ参加して大丈夫か？ようこそ。このゲームのルールを教えてくださいまし。3つのダイスの出目を予想するだけの簡単なゲームですよ。そうですね、初めてでしたらダイスの目の合計が奇数と偶数のどちらになるかだけ予想するのはいかがでしょう。じゃあ奇数。奇数に50チップかけますわ。かけちゃった。かしこまりました。ではダイスを振ってみましょう。おだと、おめでとうございます。いきなり当てるとは才能があるのかも。
どうでしょう、次はもっと大勝負をしてみては。お嬢様には何か特別な才能を感じます。やばい、下げられそう。そうですの。じゃあもう一回奇数でいってみる。あ、これぼったくられんじゃん。いきなり1000。思い切るな。素晴らしい、きっとその思い切りが勝ちを呼び込むでしょう。ではダイソー振りますよ。ん、音に気づいた。おっと残念、今回は外れてしまったようです。せっかく大金をかけていただいたのに喜んでいただけなくて申し訳ない。今のダイスを振った時、3つのうち1つだけ何か変な音がしたような。怪しいテーブルだな。ここで勝負するのは避けた方がいいぞ。1000チップ失ったけど。はい、なんか悔しくない？ノエルはそれでいいのか。あれ、おっとノエル勝ちに行ったか。じゃない、 おめでとうございます。またしても当たりですよ。あはは、1回も連続で当たるなんてついてたみたいですわね。なるほどな、音でダイスに仕込まれたイカ様を見破るばかりか。逆にそれを利用して出目を予測したわけか。なかなかえげつないことをする。楽しかったですわ。もうやめる。負けを取り返した上でさらに6500チップ勝利した。やったね。楽しんでいただけたなら何よりです。ははは、は落ち込んでる。どまい、詐欺症としてあるからそうなるのよ。どうだ、そろそろカジノの空気に慣れてきたんじゃないか。ところで100万チップを集めるまではあくまで前座だ。すぐに貯められそうか。頭をこく。そんなすぐには無理でしょう。だろうな。カジノを落とす上では100万チップは前座だが、本来100万チップといえば大金だ。だからこそこちらでも今もっと効率よく手っ取り早く稼げる方法を絞っている。お、マジ？あと少し条件が揃えば手持ちのチップを一気に増やす準備が整うんだが、何かした方がいいのかな。とりあえず2万8000チップまでは自力で稼いでくれ。そこから100万までは考えがあるからな。はーい。チップを稼ぐ上でのアドバイスは必要か？特にないんじゃね？頭かく。わかった。もしアドバイスが聞きたくなったら、エントランス一番右の ATM の前に立て。では、検討を祈る。はーい。トークって言ってる人がいる。君なーに？あ、Python だった。モブキャラだと思ってた。見た目は華やかだがガードマンには隙がない。下手な銀行よりよほど厳重な監視体制だね。チップを分けて、なんでもない。イベントもう一人。この人がいる。傷薬買っとく。チップが欲しい。チップが欲しいってあるの？店長はさらなる利益のためにこんなところでブツを売っているのだ。チップ、今はブツよりチップが欲しかったりするのだ。しょうがないのだ。それならお前の1ポイントを300チップとして交換してやるのだ。いや、いらんね。別に特にいらないよ。若いの、少しこのオイボルトゲームをしてみないか？次ルーレットの B 台で1から12、13から24、25から36のうち、その範囲内の数字が出るかを2000チップで予想してあげよう。信じるなら2000チップを私に払えばルーレットで勝てるかもしれん。信じないなら2000チップで他のことができるな。立ち去ろう。なんか信用できねえわ。私はしばらくここにいるよ。信じた方がいいのかな、あれ。でもなんか信用ねえよな。君は何、イベト？クソ、あと少しで勝てそうなのに流れが来てるのに、もう金がない。誰のもいい、誰か1000チップほど貸してくれ。後で倍にして返すから。ちょっと面白そうだから貸してやろう。おまじかよ、ありがとう。話がわかるな、あんた。多分後で返すからさ。じゃあ勝負してくるぜ。バーイ。ダメか？どうなんだろうか。こっち疲られたか、シュウヤン。やられたか？あ、いた、とうとう。ちょっと変わろうぜ。コントレスジロジロ見られてるような気がして、ギャンブルに集中できねえぞ、こら。かわいい。じゃあ交代してみようか。カノンの言う通りにすりゃいいんだけだろ。見てろって。10分でこのカジロ潰してやんよ。暴れ回りそう。あ、早い。早いぞ。やっぱ走り、歩き方がなんかちょっとさ、いかついんだけど。ほら、なんかこの子探してたんでしょ。ピアノこれどうぞ。もう偽チップもらった。やった。は、なんで？まあ、とりあえずよしってことで。黙って行っちまった。何なんだよ、不気味な金だな。トード、カジノでカツアゲはやめろ。カツアゲしたことになってる。私は何もしてねえよ。もしまたあいつを見かけたら問いただしてみっか。え、いるか？またいるなら話しかけてみるけど。お、なんだ？あとごめんよ、前を見てなくてぶつかっちまった。どんなぶつかり方？じゃあ失礼、悪いね。おい、こいつ絶対盗んだろ。おい、おい、チップ減ってないか？減ってるぞ、ガッツシ。何やってくれてんねん。は？いつの間にか手持ちのチップがごっそり減っていることに気がついた。敵しかいね。どうやら今の女にやられたようだな。だがまだこの建物の中にいるようだ。逃げ去られる前に探し出してチップを取り返せ。どこにいるの？あー、いるとしたら左に逃げたかな。カン。女でしょ、女。女、女、女。アフゴがいる。どこだ？え、どれだ？誰だ？あ、いなくね？え、いなくね？え、ちょっと待って、いないよ。あ、完全にパクられたやつだ、これ。あ、いたいたいた、隠れてやがる、こいつ。なんでそんなとこで隠れてんだ。でんでんでんで。ついに見つけたって？はて、何のことだい？初対面の私には何が何でもチップを返せ。チップを返せ。ふう、何のことかわからないね。こいつ悪いやつだ。
それとも何か私が撮ったって証拠でもあるのかい？あるならここに出してごらんよ。うぜえ。まあそれこそ顔にカメラでもついてない限り証拠なんてあるわけないんだけどね。え、ダメなの？顔にカメラってどういうこと？顔にカメラ？それに対するなんか能力持ちのやつがいいのか？ Python と変わってみる試しに。なんか頭良さそうだし、交代する。Python で、あ、変わった。Python でお話ししてみよっかじゃん。おーい、なんかあるか。これでいける？チップを返せ。なあ、じゃあ、なんか、顔にカメラのついてる限り。起きた。なるほど、それなら好都合だ。は？このメガネはスマートグラスといってね、さまざまな電子機能が備わっている優れものなのさ。あ、そうなの？そんなすごいメガネつけてたの？何？なんかそいつにさっきの現場の映像が残って。さあ、どうだろうね。さて、どうする？それでもまだ白を切るつもりなら。ち、わかったよ。私の負けだ。全額だけ？もっとそれにプラスして返してよ。おやおや、これは困った。なんだよ、チップなら返したろ。金額も間違ってない。それが問題なのだよ。てっきり口止め料をもらえるかと思っていたんだが、まあこれは君が刑務所で罪を償いたいという意思なのかな。おさらにプラスして。すげえな、ちゃっかりしてるね。わかったよ、持ってきな。おお、なんか2万4000まであっという間な気がする。まだ取ろうとしてる。パイソン、えぐいな。わかった。私の負けだ。さらに上乗せしてやるから、これで勘弁してくれ。そんだけ持ってるんだったら盗まなくてよかったよね、この人。あんた、仇じゃないだろ。私としたことがタイミングを誤ったか。今日はもうダメだな。やっちゃったね。どまい。あ、全部盗んだ金か。まあ、このスマートグラスで映像を記録していることは一言も言っていないのだがね。あらら。さすがと言うべきか。私が出る幕がなかったな。ただのすりごときが私に手を出したのが間違いというわけだよ。やられたの東堂だけどな。じゃああと3500枚だけか。なんかどうせなら他のキャラも使ってあげた方がいいかなとか思うけど。どうなんだろう。イベント他にあったっけ？ノエル。あ、これこれこれ。君は？この回転率、このスイッチの感触からしてブツブツ。俺と同じように、華やかさを嫌う、物静かでねぐらなとこはこんなところにはいないんだろうな。お、なんか、スラックのことを探しているな、こいつ。さては。いるぞ。ねぐらな奴がここにいるぞ。さあ、どうせなら最後、フーゴも使っていきたいけどな。はい。スラックと交代して、はい。フーゴなんかね、きっとね、このカジノ台全部吹っ飛ばすだろうな、ボーマーだから。爆弾でどん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 とね。はい、来たよ。ねぐらな奴が。僕？そうだ、このカジノの華やかな雰囲気が合わないんだろ。そんな君にはスロットを極める道がある。人と接することのない自分とマシンの一騎打ちだ。ボタンを押してどれくらいの間隔でリールが止まるのか、その際のズレはどの程度か、リールの絵柄の配列は、時間をかけて黙々と見極めるだけだ。なんかすごそう。やってみる？少しだけコツを教えてあげよう。いいかい？なんか教えてくれたよ。いくら稼げるんだろう。いけたか？リールに集中。ボタンの感度は、ブツ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 。どうなんだよ。成功したのか？ちゃんと稼げたのか？おい、スラック。さっきからずっとそこに座っているようだが。あ、なんか増えてんじゃん。所持チップ2万5000に増えてる。スロットで勝負するつもりなら、一つの台で勝負しようとせず、当たり台を狙い撃て。って、お前、いつの間にそんなチップを稼いだんだ？なんかね、こっそりしょぼしょぼといっぱい稼いでるね。ふふふ。まさかスロットを見極めて、目押しで勝ったのか？まあいい、その辺でやめておけ。お前を見張るカメラが増えているぞ。なんてこった。え、見張られてるの？怖い人が出てきたら嫌だな。せっかく集中してたけど移動しよう。怪しまれてたんだね。多く稼ぐやつは狩られるのかもしれない。それにしてもスラック、お前にそんな特技があったとはな。しかし以降は禁止だ。カジノという場において出過ぎた杭は潰されるぞ。危険。座っているのがノーマル台だったから良かったものの、ハイレート台で同じことをしていたらやばかったかもな。潰されるのは嫌だな。なんか難しいね、カジノって。でもスロットに集中して勝ちまくる感覚嫌いじゃなかったな。5000チップ勝利した。お、もうね、お金24000。ほんなんだ。スロットの当たり台と外れ台が変化したようだ。ノーマル台の当たりがエリア B、 外れがエリア D、 ハイレート台の当たりがエリア C、 外れがエリア D だ。じゃあエリア C 行ってみる。現在の当たり台と外れ台をもう一度確認したいときは、スロットエリア正面の植木の前で咳払いをしろ。はい。じゃあもう一回スロットで稼いでみる。 C って言ってたよね。 C だからこの台か。でここら辺で打ってみる。たまりましたよ。あ、2万8000か。2万4000と勘違いしてたしや。まあいい、こちらの作戦に必要な状況が整った。その場で聞け。なんか始まるぞ。たった今休憩室にディーラーらしき人物が出勤してきた。おそらくこれからフロアに入ると思われる。うん。
そこでだ、これから何名かをバックヤードに送り込んで、このディーラーを監禁し、服と身分証を奪おうと思う。あとはわかるな。お前たちの誰かがディーラーに変装し、フロアでイカ様を仕込むんだ。詳しくは後で説明するが、これが成功すれば一度のゲームで2万8000チップが約100万チップに化けるぞ。凄まじいな。よし、まずはパイソンだ。トイレに行くふりでもして、メインホール左端の従業員出入り口から入れ。左口から。お前には私と一度合流してもらう。詳細は合流してから話そう。じゃあ一旦パイソンと切り替わろっか。パイソンどこだっけ？あれ、パイソンどこだっけ？あ、こっちか。じゃあノイルはまだしばらく使えないのね。フーゴ使うことなかったんだけど。ちょっと待って、一回せめてフーゴとかをね、話しかけてみようぜ。せめて一回。おーっと、監視が手厚いか、これ違うか。フーゴさん。こんなおもちゃみたいなチップ一枚一枚が現金と同じ価値だなんて、感覚麻痺するな、こりゃ。ってだけかな。なんでもない。じゃあね。ほんと話すだけ話しただけで終わったね。で、これさ、普通にゲームやって黙って100万稼ぐ人とかいんのかな。いや違う、チップはいらないんだけどさ。交代する。しかも497しか来んなかったし。私の出番というわけだね。どれ、なんならイカ様なしで一攫千金でも狙ってみようか。いや、そんなことはしなくていいけどさ。イカ様なしでいけんのかな、パイソン。とりあえずなんか、左の従業員出入り口に向かうよ。こっち行って。どこだ？左の従業、あ、これか。バレない？大丈夫？お、いる、カロンが。そんなとこでこっそりと。何してるんだい？来たな。早速説明してもらおうか。私は何をすればいいんだね。お前には可能な限りこのノート PC から監視カメラを操作してもらいたい。監視カメラを操作？現在ターゲットのディーラーがいる休憩室に1つ、そこまでの廊下に2つ。この監視カメラをどうにかしないとターゲットを襲撃することができない。なるほど、そういうことなら簡単さ。ノートパソコンを貸してくれたまえ。やっぱいいね、この2人コンビいいね。なんだこれは。ふむ。休憩室のカメラと廊下の天井についているカメラは向きをいじれそうだが、いじれそうだか？ほう。廊下の植木に隠されている監視カメラ、これは固定式だ。ここからでは電源を入れるか切るかしかできないな。さすがに電源を落としてしまうと、モニタールームもすぐに異常に気づくだろう。どうすればいいの？いや、問題ない。ならば電源を切らずにカメラの視界を防げばいいのだろう。天井のカメラはここから向きを反らせられるのだから、現地に行って横から直接植木のカメラをいじればいい。そんな簡単でいいの？そうは言っても休憩室の前には警備員もいるぞ。それは気絶させるんじゃ。カメラをいじろうとすれば警備員に見つかる。警備員を倒そうとすればカメラに映る。突破方法を一つ覚えついている。カメラに映っても不審がられず、警備員を視界の外まで動かせる方法がな。お？カロンできるのか。でもその頭だとどうしようもないんじゃないか。おっと、ここで東堂に変わる。東堂、聞こえるか。次はお前の出番だ。重要な作戦を通達するから、例によって聞こえていたら顎に手を当てろ。ノーなら頭をかけ。ノーだったら聞こえてないんだから反応できねえだろ。とりあえず顎に手を当てるか。よし、聞こえているようだな。続けるぞ。なんかなんか、東堂間違ってなかったよ、今言ってたことは。確かに。まあでもそこはちょっとうっかりしてたってやつよ。お前にはこれからメインホール右端の従業員出入り口に向かってもらう、その先には休憩室がある。ターゲットのディーラーがいる部屋だ。大体の監視カメラはこちらでどうにかするが、部屋の前の警備員1名と植木に仕掛けられた固定カメラ、この2つだけはこれから指示する手段を持ってお前自身にどうにかしてもらう。何をすると？一体言われた通りに動けってことか。てん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 。いいか東堂、落ち着いてよく聞け。お前は今から乙女になるんだ。なんだってできるのか、東堂にそんなこと。は？声を出すな、落ち着いて聞くんだ。お前はこれから休憩室へ向かう。ただし道に迷ったか弱い少女のふりをしてだ。難しい作戦だな、それは。そこでいかにも無知そうな、そう、お花畑女のふりをして警備員を油断させて、そのままトイレの前まで案内させろ。トイレの前は監視カメラがないから、そのまま殴って。ボリ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 。どういうこと？ボリ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 って。頭をかきむしって脳を訴えても無駄だ。そういうことか。これはノエルやスラックではできない。トイレの前で一瞬の隙をついて、警備員を一撃で倒せ。武器は用意できないが、お前なら可能なはずだ。武闘派だから知らないね。そうしたら再び休憩室の前まで戻ってきて、植木の監視カメラをあさっての方向に向けてしまえ。あとは休憩室の中のディーラーなど、お前にとっては一ひねりだろう。やっちゃうんだね。東堂が頑張ってやっちゃうんだね。反応したくてもこの状況じゃ私からの声が届かねえじゃねえか。汚ねえぞカロン。分かってたんだね。
まあすまないとは思うが、5人の中でこれが可能なのはお前だけだ。これが成功すれば100万チップが稼げることを保証する。一つ頼まれてくれないか。まあ、ここはイエスとしか言えないよね。照れてる、かわいい。そして私がこんな目に。準備ができたらメインホール右端の従業員出入り口に向かってくれ。追って連絡する。じゃあ行こうか。右端って言ったね。はあ、行くか。覚悟決めた。乙女の凍土が見れる。ちょっと楽しみなんだけど。行くぞ。一人ずつ操作するんだろうねこれきっと。次が多分スラッグとフーゴかな。スラッグ、フーゴ、ノエルの順番だと思う。はい。一気におとなしくなった。どうする？あ、トイレに行くふり。トイレは行かなくていいんだっけ。そっちは従業員トイレだーって言われた。じゃあこっち行って。なんだ？正面に植木と T 字路が見えるな。あ、さっきのマップの図解か。その植木が監視カメラが仕掛けられた植木だ。そして右に曲がると警備員が待機する休憩室前だ。こいつが、ここからの行動はすでにカジノ側に監視されているものと思えよ。わかってるな。お前は今から道に迷ったか弱い少女だからな。顎に手を当てる。よし、それでいい。うまく警備員を言いくるめ、トイレの前まで動かせ。行くか。パイソンもカロンも覚えてろよ。もうその歩き方からまずね、これ改善しないとだよね、ちょっと。で、行くよ。はい。か弱い少女ってどうなんだろう。ててなんだお前は。ここは関係者以外立ち入り禁止だぞ。実は迷っちゃって、歯食いしばれ。もういきなりやる気満々なんだけど。実は、その、道に迷っちゃ、じゃない、迷っちゃって、いや、建物が迷路みたいで困ったな。世界だったみたいよ、選択肢。むむ、どうやってこんなところまで迷い込んだんだ。ここはバックヤードだ。そこの道を曲がってすぐに戻りなさい。うるせえ、そこをどけ。もうあくまでもなんか男口調が出てくるね。お手洗いを探してただけで。ごめんなさい。いや、お手洗いを探していただけなんです。便所って言いかけたな、こいつ。そしたらいつの間にか迷っちゃって。トイレ？トイレなんかフロアにもあるはずだが。まあいい。どのみち従業員用トイレならそこの稼働法。この警備員用便、お手洗いの前まで動かさないとダメなんだよな。安泰してください。ほら、また迷っちゃいそうだし、そのお手洗いまで案内し、案内してくれませんか。いや、でも本当にすぐそこ。急いでるんで、お手洗い。あと私、方向音痴的なあれなんで、警備員さんが頼りなんです。困ってるんです。どんどん顔が赤くなってく。ちょっと可愛い糖度が。ひそ殺せ。涙流してきた。やれやれ、仕方ないな。すぐそこだ。さっさとついてきなさい。で、殴り倒すんだろう。よし、あまり怪しまれてないみたいだな。寝かしたぞ、ソード。やればできるじゃないか。人が反応できないと思って好き勝手言いやがって。ここから先はカメラには映らない。こちらからも指示ができなくなるが。トイレの前まで行ったら隙をついてやつを一撃で倒せ。それだけだ。それまで、まだ手を出すなよ。おとなしくついていけ。トイレの前まで行かなきゃいけないんだね。はい。監視カメラまだ動かさないよ、じゃあ。はい、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 はい。これもういいんじゃね？これいいんじゃね？これも。そわそわするな。ちゃんと案内してやるから。まだだった。もうここか。ここだな。はい、やっていいで、じゃあ。ほら、ここがトイレだ。正確には従業員用トイレだが、まあいい。さっさと済ませてフロアに戻りなさい。あ、ありがとうございます。助かりました。それじゃあ、って言って後ろに奇襲するんでしょ。あれ見られてるよ、ずっと。え、なんかすごい見てくるんだけど、あの人。もう戻ってもらっても大丈夫ですけど、なんでずっとこっち見てるんですかね。なんでって、何か不審なことをしないか見張るためだよ。やっぱりバレてる。また迷ってバックヤードをうろうろされても困る。どうせここまで来たんだ。トイレが済んだらそのままフロアまで送ってやろう。いいやつか、意外と。それとも何か警備員に見られていては不都合なことでも。怪しまれてないとは思いきや結構厳重だな。すんなり U ターンしてくれれば簡単に背中を狙えたんだけど。さすがに警備員一人、このまま正面から素で一撃でボコる自信はねえぞ。とはいえ監視カメラがないのはここだけらしいし、さてどうするか。見られると恥ずかしいって言ってみる。じっと見られていると。お手洗い入るの恥ずかしいかなって。青く私いくらその辺の女のふりとはいえその程度恥ずかしいわけが。うん、それでもそうか。それは気が利かなかった。お、いけた。男は女に甘いと、そういうことか。あ、そういうもんなんだ。トドは乙女らしさをもっとね、伸ばしていかないとだね。何？私が無神経なだけなの？まあいい、これなら後ろから頭を一発全力でぶん殴ればいける。どんだけ威力高えんだよ。おらおら半端ねえ。めちゃくちゃ強いんだけど、トド。すげえな、大の男を一撃で。17歳だっけ、トド。16だっけ。やったか。悪いな、ついでに私の醜態は忘れろ。
逆に頭の中にこびりつくかもしれないこれで。さてあとは休憩室前の植木に仕掛けられたカメラを適当にいじればいいだけだったな。カロン、パイソン、高くつくぜこの一件はよ。可愛いドレス着れたからよしってことで。行くぞー。ずらすっつったってもずらすときに映ったら意味ないよね。慎重にずらさなきゃなのかな。歯に曲げて小型の監視カメラが休憩室の方を向いている。そっと角度をずらす。植木のカメラの角度が変わったのを確認した。うまくやったようだなってこと。オッケーだったっぽいよ。名演ボーナスと乙女ボーナスっていう特殊なボーナスが入った。これでお前を捉えるカメラはゼロになった。休憩室に突入してディーラーを一人気絶させろ。はい。お前なら数秒で終わるだろう。数分後にスラッグを向かわせるから合流してくれ。スラッグを？スラッグを呼んでどうするってんの？じゃあスラッグがディーラーやるの？まあいいか、そういうことなら。さっさと中のディーラーをボコって待機だな。はい。じゃあ行こうか。やってやるです。視点変わるか？うわ、なんだお前は。わあ、半端ねえ。ててて。なるほど、このディーラー。スラッグをここに合流させる意味が分かったぜ。恥ずかしい思いをするのは私だけじゃないってことだな。何、似てるの？まさかディーラーがスラッグと。違うかな？どうなんだろうね。